じめまして、治療のお手伝いをする看護婦の葉山美咲です。よろしくね。何をいたしますか？先生、本当お願いね。
We'll be right back.
初めての VB 治療、お疲れ様でした。来週も頑張ってください。お疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。失礼します。何をいたしますか？やっぱり VB 治療するんですか？治療に使うバクルスを選んでください。先生、体内に入りますか？
今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んで明日も頑張ってください。先生、よろしくお願いします。何をいたしますか？先生、私いい子にしてるからね。治療に使うバクルスを選んでください。
先生、体内に入りました。
来週まで治療はありません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。先生、こんにちは。先生のお買い物ですか？平日はお店に行く時間がないので、休日にまとめて買っておくんです。何をいたしますか？
何をいたしますか？何をいたしますか？
お疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。駐車場がないですよね、この辺。買い物は車が便利なのよ。本当は車がいいんですよ。しょうがないから歩きなんですよ。何をいたしますか？
先生、体内に入りますか？何をいたしますか？
何をいたしますか？先生、体内に入りますか？
何をいたしますか？
が心配するので実家に顔を出そうと思って。電車で30分なんです。実家は実家が近いと助かりますね。何をいたしますか？
何をいたしますか？
Thank you.
何をいたしますか？
何をいたしますか？先生、体内に入りますか？
小笠原博士の縮小理論の解法を探してるんですけど、専門書は大きな本屋じゃないとないみたいですね。素粒子学者の小笠原博士って先生のおじさまなんですよね。だったら著書持ってそうですね。手に借りようかな。何をいたしますか？何をいたしますか？Thank you.
Thank you.
何をいたしますか？Thank you.
何をいたしますか？Thank you.
何をいたしますか？Thank you.
この間入院してる時にナンパしたっす。これから映画を見に行くの。もちろん城太君のおごり。こいつひどいんすよ先生。いつも俺に金払わせるんす。ああ城太君嘘つき。あたしもちゃんと払ってるよ。何をいたしますか？先生、どこから体内に入りますか？
何をいたしますか？何をいたしますか？Thank you.
何をいたしますか？
何をいたしますか？Thank you.
何をいたしますか？何をいたしますか？Thank you.
内に入りますか？何をいたしますか？
何をいたしますか？先生、どこから体内に入りますか？何をいたしますか？先生、どこから体内に入りますか？Thank you.
Thank you.
先生、どこから体内に入りますか？今週は忙しかったですね、先生。洗濯物が溜まっちゃいました。病室が清潔じゃないなんて病院として失格ですから。患者さんも不愉快だろうし、喜んでもらいたいですよね。何をいたしますか？先生、どこから体内に入りますか？Thank you.
何をいたしますか？
Thank you.
Thank you.
Thank you.